こんばんは、ホワイトフレームと申します。こんばんは、別名白いワークと言います。よろしくお願いします。今日はツイッターとFacebookからお友達になってくださってありがとうございます。あと熊本からお花を送ってくださった方もいて嬉しいです。ありがとうございます。ギターはヒロボヤンカイサさん、ボーカルは私吉森光子と申します。ありがとうございます。ヒロボーさんとはユニットを組んで、約1年ちょっとになるんですけど、マチルダさんでライブをさせていただいたのが去年の6月で約1年になります。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、今日はちょっと先言わなかんねんけどね、中瀬さんね、お久しぶりでいいですね。うちらはホワイトフレームって言って、ほんまは白い炎なんですけどね、彼は白い枠、枠言って広げてしまったよね。なんか白い枠でするようになったんですけど、最近中瀬さんもね、なんかユニット組まれまして、え、ウィンドレスブルーなんでね、ウィンドレスブルーウィンドレスブルーやんな。で、これを日本語に訳すと、ね、青い窓枠っていうことでちょっと仕返しですか。そう青い窓枠っていう、最初青い枠にしようかなと思って、ウィンドウや、窓やから窓枠の方がいいかな、ね、青い青い窓枠って俺見たことないな、あんまりな。なあ、それどういう、なんでそういう名前をつけたんだな。今日もしユニットさんやったらめっちゃ突っ込むかな思うんだけど、ピンできたはるからね。じゃあ僕今度赤いシリーズでいきます。赤いシリーズ。赤い、ね。白と青と赤で。そう。横にモモエちゃん呼んできますので。多いやんそれ。モモエちゃんでもいろいろおるからな。岸和田のモモエちゃん。スナックのね。ね、そんなわけで、とりあえず俺の言うことは終わったから。あ、それ、ね、言うためにずっと黙ってたみたいな。そう。ほんま来てすぐ言おうかな思うんだけど、止められて、それちゃんとから言わなきゃね。いや、お楽しみはね。そう。ほんま何も、ね、赤で何も言わんと、突然言おうかな思ったら、テンパイおるからね。意味分かれへん時あるから、この人、天然やから。何言うたんの、この人。ねえ、思うんで。よし、かねえな。もういいです。何すぐやった。いいですか。懐かしい曲とオリジナル曲を歌いたいと思います。聴いてください。異邦人。何だかと俺今押されてるの一番かな。すいません、ちょっと動揺しますね。どうI'm not afraid to die.
さんのオリジナル曲に行きたいと思うんですけども、あの平坊さんたくさんオリジナル曲を持ちで、あの120曲ぐらい、あの先日ライブをさせていただいたの MK2 さんで、絶対嘘やってママさんね、言うてはりますけど ね120ぐらいちゃんと音源にあって譜面もあるんですけどね。でもね、女性が歌える曲じゃないですね。そう、女性が歌える曲3曲ぐらいで、人前でできる曲は20曲ぐらいほとんどあのピーとかね、あのよう分からん歌、あのなんか悪い声で終わるとかね、一つの単語を100回ぐらい繰り返すような、まあ、 あの10代の時だったんでね、ね、かなりアホやったんですけど、まあ、最近作った曲もまあよう見たようなんで、なんベタボーイの連呼するようなとか言ってるんですけど、なんか息子さんが出てくるとかね、うん、息子が出てきて消えた、息子消えていくってやん、消えてるんだ消えた息子とかね、変な歌ばっかりやってるんですけど、ちょっとそれはちょっとね、このネットではできないんで、ね、あのちょっと昔あの文通いうのをしてましたね、高校時代に。今はあの文通とか言うやね、今はあのメルトモとかでね、昔はペンフレンドという時代だったんですよね。我々昭和中級までの人がね。うん、で、その方にちょっと詩を書いてもらってね。で、曲にした全くこれは俺の歌じゃないやってみんな言われたんですけど。まあいろんなユニットでもね、やったことがあってね。まあ女性ボーカルやとちょっとね、俺の歌を歌ってもらおうと言ったら、もうそれぐらいしかなかったんでね。今日はあの初めて、ちゃうわ、2回目ね、やってみたいと思います。泣かせてくださいっていう曲です。聴いてください。15歳の頃の気持ちを思い出して作った曲なんですけども、私はあのまあ高校生まで広島の田舎に住んでいまして、
先ほどの中瀬さんがあのお父さんのお話をされてたんですけど、私の父親はあのすごく寡黙で静かな人なんですけども、まあ、15歳の頃と私ちょっと反抗期だったのであんまり父親とも喋らなかったんですけど、まあ、その時やっぱりあのよく喋るお父さんって憧れで、でまあ、あのひろこさんとは父親ぐらい年齢が離れてるんですけど、ちょっと改めて組んでみるとやっぱり喋りすぎのお父さん嫌だな。うるさいうるさい、俺好きで喋ってんじゃん。あのか、一応ね、これユニットあの去年の5月6日にね、初めてステージ上がって、俺寡黙なギタリストを目指しとったんですけどね。目指しただけですけどね。いやいや、マイク立てるからあかんねん。マイク立てても喋ってるとか言われて、ああ、言われますね。途中マイク切った方がええかなとか気にしてました。いや、でもマイクは何で、え、いや、あのね、どれくらい喋りはるかなって私一回静観してたことあるんですけど、2時間くらい喋りはるんですよ。マイク切っても喋った。意味がないって、ね、マスクしてんのにな。だから後ろ向くとか、どっか外からこうな、やるとかな。まあでもね、やれば、まあ、リモートでやるとかな。俺リモートで喋りはるよね。そうそう、これだけ、これだけつけて、やるとかな。まあ、ねえ、何やったんですか。すいません。いいですよ、聞いてください、夢の続き。主題歌で歌われていた曲が白い炎というのがあるんですけども、その曲のタイトルを英語にしたのが私たちのユニット名でホワイトフレームと言います。決して枠ではございませんね。年少置いて書いてください。白い枠じゃなくて白い炎。この曲紹介するときいつも中瀬さんが登場するんですよね。某中瀬正人がとかで言うてよう言うてるんですよね、いろんな店でね。宣伝してそうそうそう、めっちゃ有名になってんで、ね、あの白い枠で言うてる人やろう言うてね。ね、今日珍しくね、台湾と。そうそうそう、久しぶりにね。うん、ね、ほんまに。ねえ、今度からあの青い窓枠っていう風にあの言ってるやつがおるって言ってくださいね。使うわ。使うわ。使ってた。寝やんと考えてるから。いや、それは寝ながら考えて。すぐ浮かんだけど。はい。今日はありがとうございました。最後に聞いてください。白い炎、ホワイトフレームでした。ありがとうございました。最後のライブが押せなかった。
空の